ロシアによるウクライナ侵攻が始まり、もうすぐ2ヶ月を迎えるんだけど、ロシアは首都キーウ、ロシア名キエフの早期陥落に失敗し、現実的な東部地域の実効支配を目指す方針に切り替えた模様だね。4月上旬には、キーウ周辺に展開していたロシア軍は事実上の撤退をしているな。ロシア曰く戦力再配置とのことで、その再配置先はいわゆる東部戦線であったようだぜ。東部の要衝マリウポリではロシア軍による激しい攻撃に見舞われていて、多くの市民の犠牲が案じられている状況だよね。ウクライナ軍は製鉄所などの主要な施設で防衛線を敷いているものの、マリウポリの陥落はもはや時間の問題とも言われているな。そんなロシア軍だけど、今までの戦況は決して順調ではなく、むしろウクライナの前線が目立つ形であり、西側諸国からの軍事的な支援がどんどん行われていく中で、ロシアはむしろ劣勢に立つのではないかと考えている軍事アナリストもいるようだね。今回の軍事作戦において、本当に勝利をつかむためには制空権の確保が必須であるとの意見が、世界の軍事アナリストの大半の見解のようだな。ロシアはそもそもなぜ制空権の確保に失敗したのかな？さて、ここで今回の作戦におけるロシア空軍の状況も含めて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まず、ロシアのウクライナ侵攻における状況を再確認しようか。ロシアの戦略としては、短距離ミサイルなどでウクライナの防空網を初動の攻撃で無効化することで、確実に制空権を獲得することを優先していたね。その後、制空権を確保した前提で、戦車を中心とする陸軍がウクライナ領内に侵攻し、かつてのドイツ軍のごとく電撃戦を展開し、空と陸からの攻撃でウクライナの首都キーウを陥落させ、その後、ゼレンスキー大統領率いる現政権を打ち倒し、代わりに新ロシアの政権を樹立して、東部地域の実効支配を確固たるものにすることが、ロシアの書いていたシナリオであったはずなんだ。ロシアとしては、対空優位の状況を作り出すために、精密誘導兵器や爆撃によって、レーダー基地や対空ミサイル基地を先制攻撃の上破壊し、それによって制空権や航空優勢の状況を作り出そうと企図していたんだけど、今の時点でそれは全く果たせていない状況となっているよ。制空権の確保ができていないままに、請求なしとキーウの占領を課せられているロシア陸軍は、制空権が担保されていない状況と分かっていても、強引に戦車や装甲車両などの陸上兵力を追加投入し、主要地域の占領を進める作戦に踏み切るんだよな。だが、みんなもご存知のように、ウクライナ空軍による空からの反撃、さらにはドローン兵器バイラルタル BT2 による攻撃によって、戦車や装甲車両が大量に破壊され、その様子が YouTube でアップされ明るみになるなど、ロシアの絶対的優位は明らかに揺らいでいることは事実となっているぜ。特に、ウクライナ空軍が使用している無人ドローン、バイラクタル BT には専門のドローン部隊として編成されていて、大きな成果を上げているよね。バイラクタル TB には、飛行において操作を要しない自立飛行能力も備えており、離発着の時には有人操作を要するものの、それ以外の時には自動飛行で目的地に到達するという、人的被害を最小限に抑えつつ、効果的な攻撃を仕掛けることができる最先端の近代兵器だよ。飛行可能な範囲は操作要員が配置された拠点から 300km 以内と制限があるものの、バージョンアップされた最新型からは、衛星からの制御にも対応していると言われており、安全な場所から効果的に攻撃を仕掛けることも可能となっているんだ。このバイラクタル TB には、対戦車ミサイルを搭載できるほか、地雷や対空ミサイルなど、多種多様な兵器を搭載可能な汎用性も充実しているようで、ウクライナ軍はこのドローン兵器を集中運用することで、ロシア軍に効果的な打撃を与えているようだぜ。そして、2022年4月3日にはロシア空軍の低たらくが世界中に明るみになってしまう、衝撃の写真がアップされて話題になっているよ。同日、SNS にロシア空軍のスホイ35戦闘機が初めて撃墜されたとする写真が掲載されたことで、ネット上でかなり話題になったみたい。実際、ウクライナ侵攻が始まって以来、ロシア空軍機の撃墜が相次いでいるとされている中で、これまでロシア空軍機6機を撃墜したとされるキエフの幽霊と名前を轟かせている、ウクライナ空軍のミグ29がネット上でも話題になっているな。このキエフの幽霊が、スホイ35を2機で撃墜したと主張していたんだが、その確証がなく真実は謎のままだったぜ。だが、今回の SNS への投稿がきっかけでキエフの幽霊は実在した。ロシアの最新鋭戦闘機の性能はハリボテだったのか？などと、ロシア空軍の実力を疑わせる見解が相次いでいるってわけだ。今回 SNS に投稿された写真は、スホイ35が墜落した後の残骸とされる写真とされており、
撮影されたのはウクライナのハリキウ・ハリコフ付近のイジェームという場所とされているよ。この写真では、撃墜され墜落した飛行機が黒焦げになっている様子が撮影されており、その中でも燃え残った主翼の形状が判別できる状態であったことから、撃墜されている戦闘機がスホイ35に間違いないと判断されているね。この機体は、ウクライナ領内において初めて撃墜されたスホイ35であると見られ、搭乗していたパイロットは脱出してウクライナ軍に捕らえられて拘束されているとも言われているんだ。ちなみに、ウクライナ側の発表によれば、2月24日のウクライナ侵攻から4月2日までの間に、ウクライナ軍が撃墜したロシア軍機は143機であるとされており、スホイ25攻撃機、スホイ 30SM マルチロール戦闘機、スホイ34攻撃機、アントノフ26輸送機など、ロシア空軍の現役機種ばかりを撃墜したことを明らかにしているぜ。特に、今回撃墜されたとされているスホイ35は第5世代ステルス戦闘機スホイ57の1世代前の戦闘機で、第 4.5 世代より上位の性能を持つ第 4++ 世代とされるジェット戦闘機となっているよ。同じ年代で言えば、中国の戦 J10、戦 J16 や、アメリカの F15 イーストライクイーグル、F16 ファイティングファルコン、FA18EF スーパーホーネット、ヨーロッパのユーロファイタータイフーンや脱走ラファールレベルで、航空自衛隊で言えば J2 戦闘機と同等かそれ以上とされているものだね。スホイ35についてもっと詳しく、スホイ35自体は、スホイ27を原型として開発された短座戦闘機で、全長 21.9 メートル翼幅 15.3 メートル全高 5.9 メートル時長 17,500kg 最大離陸重量 34,500kg で、最大速度マッハ 2.25 航続距離 3600km 最大高度 18,000km の性能を発揮するスペックを有しており、2022年現在においても世界標準クラス、あるいはそれ以上の機体として認識されているんだ。兵装は、内装固定された 30mm 機関砲 G 種 31-30mm 機関砲と、翼や胴体下の12機のハードスポットに空対空ミサイル RVVDD 最大射程 200km、空対艦ミサイルクフ 59MK 最大射程 285km、空対地ミサイル、ロケット弾、爆弾などを 8000kg まで搭載可能となっており、さらにはスホイ35になって追加されたステルス性能が、よりこの機体の性能強化につながっているとも言われていたってわけ。でも、ステルス性能を持っているはずのスホイ35があっけなくウクライナ軍によって撃墜されているよね。この事実が本当ならば、ロシア空軍の戦力は西側諸国の戦力に比べて明らかに劣っている。このような見方が世界中の軍事アナリストたちから上がっているぜ。ウクライナ空軍は、もともと旧ソ連空軍の一部を引き継いで発足したんだけど、広大な領土の防衛のために、ウクライナは陸軍兵力を優先して整備したこともあり、ウクライナ空軍自身のポテンシャルは9体以前の状態であるとも言われていたんだ。その代わり、陸軍を中心に対空兵器を充実させ、対空ミサイル網を整備していることもあり、それだけでは心もとないものの、ある程度反撃できるだけの兵力は充実させていた模様だよ。この充実にあたっては、西側諸国への接近もあって、旧ソ連やロシア製の兵器だけでなく、フランス製やドイツ製などの最新兵器も投入されていると言われており、ロシア軍がこの西側兵器の存在をどれだけ認識していたのか、という点においても話題になっているね。弱い国と思って何も対策をしていなかったとか西側諸国の兵器の実力を把握していなかったなど、ロシアの諜報能力の低下を疑う軍事アナリストもいることは事実だぜ。実際、ロシアの侵略が始まる直前まで、ロシア空軍とウクライナ空軍との戦力差があまりに大きいことが指摘されていて、軍事アナリストの間ではロシア軍は大した時間を費やさずともウクライナを制圧すると見られていたんだよね。イギリスの国際戦略研究所が発表した軍事情勢レポートミリタリーバランス2021年版によれば、ウクライナ空軍の航空戦力は、スホイ27ミグ29などの、第4世代を含む戦闘用航空機125機ほどであるとされていて、その大半が製造後30年を経過しており近代化改修を必要としていたとされており、これが事実であればロシア空軍に太刀打ちできる兵力ではないことは明らかなんだ。今後、アメリカが供与を公言している携帯用対空ミサイルシステムスティンガーなどが大量にウクライナで使用されるようになれば、ロシア空軍の優位性は明らかに低下してくるだろうな。今時点で、ウクライナ空軍の戦闘機がウクライナ領内を飛行できる状況であることが、そのことを物語っていることは明白だぜ。当初の見方に反して、長期化の様相を見せてきたロシアのウクライナ侵攻だけど、今後ますます西側諸国の支援が増えれば、現在確保している東部地域の奪還も可能になるのでは、との見方も高まっているよ。
ロシアとしては、すでに完全勝利は不可能であり、いかに戦争を終結させるのかが問題になっているとも言われているけど、事の真相は見えてこないっていうのが今の現状かな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。